久保さん、なんかちょっと精通するものがありますね昨日ですね僕はあのアムウェイに電話したんですよアムウェイにでまあアムウェイに電話してる動画も撮ってたんですけどまああの紹介でねあの僕が最近マットレスをちょっと変えてめちゃめちゃいい,、ま、い,い感じになって睡眠の動画を撮ったんですけどもそれを見てくれた方がですね「吉田さんこの枕いいですよ」っつってね2万円ですね もうええでも枕ちょっと興味あったんで買ったんですよそうウェブから今買えるんですねで買ったらですねまあ枕と枕のお風呂が沸きましたお風呂きましたきましたね枕とあの枕のカバーの取り替え用のやつを買ったんですよね枕と枕カバーを買ったんですよでそしたら あのー、枕カバー入ってないんですよ。で違う商品が入っててでその電話そこのね注文書にねあのフリーダイヤルの電話のやつがあってそこに電話したんですよ「すいません」っつってね「商品は違うの入ってたんですけど」みたいな。でいろいろまあしたもんだねあのー、なんか注文書の。 あの番号を教えてくださいとかなんかいろいろやったんですけどで結果的に「すいません間違って発送したっぽいです」みたいになって「すぐ送ります」っつってで「これ間違った商品どうしたらいいですか?」っつったら「お客様に大変ご迷惑かけたんであのこれ以上お手間かけるのもあれなんで処分していただいても大丈夫です」みたいな「分かりました」つって「あむえです <laughs>」「アムエですよ」まあちゃんと対応していただきまして まあ、アムウェイの委託なのか分かんないですけど、まあ、とりあえずアムウェイの窓口の,その電話サポートの方にサポートしていただいてね、民間とその行政書の行政って僕もありますよ、なんかその着歴があったから、ね、電話か返すとね、あのもう受け付けてないみたいなな、ね <laughs> うんなんでしょうね、あれはね。 着陸が6時ぐらいにあるんだけどもで6時15分とかにかけてもう5時だ五時上がり停車上がりですよね <laughs> なんだろうみたいなうんやっぱ民間とその行政っていうのはやっぱ違う部分はあるかなと思いますね、うん、で僕はあの昔その市役所に働いてる方とお話ししたことがあって あの市役所で働いてる方に聞いたら、なんかあの上司に、その仕事を作るなっていうね、なんか仕事を作る、新しい仕事を作ると、すごい白い目で見られて、しかとされるっていうね、どうですか、仕事をだから、もう、今のままみたいな、新しい仕事を作んなと、定時で上がれなくなるみたいな、そういう文化があるらしいですよ。まあ、ね、全部じゃないとは思いますけど、新しい仕事をすると、上司に怒られるっていう。 なんか新しいことを挑戦しようとすると怒られるっていうね。白い目で見られるっていう。仕事を増やすなっていうね。要は多分マインドセットとして考え方としては、新しい仕事をしようが挑戦しようが給料変わんないし安定してるしっていう話なんでしょうね。<laughs> うん、まあでも、まあ、正直それだと、まあ、成長はないですよね。何の成長も。うん そう自分で仕事をやっぱ作っていかないと自分で稼げないですからねうんいってらっしゃい。